はい、おはようございます皆さん。今日はね、ちょっとだけ変えてね、ちょっとボケてる、のりっこから揚げ、お弁当用のね冷凍食品、ちょっとのりっこから揚げやっていきたいと思います。大人になってね、もうあんまり弁当をその作ったりとか作ってもらったりとかする機会があんまりなくなったんで、で冷凍食品でもね、これもそうなんですけど、自然解凍 OK のものがとか、そのね技術が進歩してどんどん美味しくなってくんでね、まあこれをきっかけにちょっと冷凍食品、お弁当用の冷凍食品ちょっと食べていこうかなって思います。まあこういう動画撮ってるんでね、で焼いた方が美味しいと思うんでね、ちょっと温めたりねしてから、でこれ冷凍食品なんですけど、一晩冷蔵で、とりあえず冷蔵の方に移しておいて温めてるって感じですね。まあお弁当のね冷凍食品も美味しそうなものいっぱい出てきたんでね、ちょっとその動画撮るきっかけで気にね、ちょっとこういうものも食べていこうかなって思ってます。で普段はね、ホットプレート動画やってたりとか、まあスキレットで物調理してたりとか、まあ、ちょっと前だとアウトドアのキャンプ飯的なこともやってるんで、よろしければ他の動画もどうぞ。でこれからもね、なんか美味しそうなものとか動画撮っていけたらなと思ってるんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。自分が学生の頃は石井のハンバーグとかですかね。ああいうのとかミートボールとかでタコさんとか卵焼きとかお弁当のイメージも、まあそういうイメージですね。まあちょっと両面焼いとこうかな。
ホームパーティーでこういうのもありかもしれないですね。あの、うん、最近の冷凍食品美味しくなってるから。でそんな肉より、まあ、結構あのスーパーで買ってきたんですけど安かったんでね。軽く海苔はもう焼きすぎてちょっと海苔が崩れるのが嫌なんで、いただきます。のりっこから揚げ、とりあえず一ついただいてみます。いただきます。あ、いい匂い、うん、のりの方も焼いたんでいい匂いします。いただきます。うん、こんがり醤油味なんで、あのしっかり味がついてますね。うん、美味しいですね。うん、うまい。焼いてね、焼き色もついたんで、うん、まあちょっとパリッとしてね、で海苔の風味があって美味しいですね。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。うん。それでは今日はこの辺で失礼しようと思います。最後まで見てくれた方ありがとうございました。まあ、今日は完食までお付き合いいただきありがとうございます。それでは失礼します。ありがとうございました。